んにちは、鈴川彩子です。本日はこちら2016年4月の新作トミカを紹介します。はい、まずはこちらトミカ90番 UD トラックスクオンエネオスタンクローリーでございます。もうね、エネオスガソリンスタンドの、これよく見るやつですね。すごいね、そのまんま本当に見るやつがトミカになりました。意外と出てなかったんですね、これ。前もいい？後ろも？ピクの好きなオレンジが入ってるね、オレンジが。あー、いいないいな、そう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 、あー、いいないいな。そしてお次がこちらトミカ105番日産 NV350 キャラバンでございます。こちら白い方が通常カラー、そしてこちら初回特別仕様の、まあ、イエローなんですが、なんとただのイエローじゃなくて、こちら幼稚園バス仕様になってます。あとちょっとこれ見てみたらね、この色が違いますね。これガラスの色が違うのかな、中が違うのかな。横から見てもこっちの幼稚園の方はなんか緑っぽいねやつになってますね。中緑だ、見えるかな、こんな感じで中のねシートの色とかも違います。白のね、こっちの通常カラーの方もねいいですよ、シンプルで。日産のキャラバンってね、あのトヨタのハイエース的な感じなので、まあ、今後ねこの幼児バス以外にもいろいろバリエーション出てきそうですね。宅配便の配達車とか、そういうねいろんなこのバージョンが、それも楽しみですね。そう、ほら開いた、そっちも開くよ。初回版は大事にね、本当に。そう、開いた、後ろ開いた、中緑だ、かわいいね。見比べてる。おー、いいね、どっちが好きかな、黄色いのと。これやっぱドアとかが開いたりするのがいいんですね。うん、閉めてて、はい。そしてこちらが今回引退する元90番のフィアット500、そして元105番のスカイラインでございます。いやー、ちょっとこれどっちもねなくなるの寂しいですね。フィアット500も可愛いな、このフォルム、中もいい、赤だ、かわいいね。いやー、ちょっと残念ですけどね、スカイラインもねやっぱいいですよ、かっこいい、シンプルに。はい、ということでですね、いや今月もいいラインナップで、こう街でねよく見る働く車と、すごいまあベースとなるね、この車、この初回カラーもねすごい可愛いので、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上2016年4月の新作トミカでした。ありがとうございます。これからよろしくね。